皆さんこんにちは、バンガードチャンネルのナクとカンカンと前田誠二と安野匠です。おい、ということで今回は8月4日発売のベストパック第12弾、天教衆のカードを使った配信になります。おい、ということで、真野さんは今日、今回私はハロナウォーカーちゃんが使う、はじめましてのユニット、アマナグルジオですね。なるほど、使っていきたいと思います。ナクさんは？僕は、なんでそれ詰まるの？意味深言いづらいことあった今。マグノリアのデッキなんですけど、おー、ブラックアウトなのかなっていうね、なるほどね、まあどっちかなって。スリーブ詐欺ってこと？詐欺詐欺ってこと、まあ用意されてたものだからな、これは。まあ、マグノリアマスクスを使おうかなと思って、ね。おい、だから、マスクス対決ですね。そうですね。なんか、じゃんけんがわからん。そう、わかんないんだよ。どっちが強いのかわかんない。結果、高校がいいのか、ちょっと難しい、ね。お互い変わりそうだね。じゃあ、おい、早速、対戦していきましょう。おい。じゃあ、じゃんけんいきますか。おい。参加しよう。そう、一緒。じゃんけんぽい。負けた。画面が弱い。画面が負けた。じゃあ、おとなしくしとくわ。あいこでしょ。あいこでしょ。あ、先行ね。高校ね。理解。せーの。スタンドアップ。アンガード。自家製品どうで。はい。溶岩樹、アマナキ。かわいいね。かわいいね。確かに今日ラジオしないで猫で猫で戦う後輩さん始まる。じゃあ6000年スタンドアンドドローこうやば捨てた本気打ちしてて猫か怪しいカード本気臭い。え、延々とね、自由だから。確かに。やめなさい、リフォーマーだからって強制してくるの。個性を認めてください。むしろ強い声ね。正しい選択の感じするからな。理念にのっとってるかもしれないから。いや、結構強制プログラム受けてかっていう感じあったけどね。じゃあ、オンネクサリのスキル。はいよ。SBH で2枚引いて。じゃあ、ミスヤカハルタスと。あ、最強のカードだ。ユースクエク2巻のデュアルカードを捨てて。俺間違って8冊買ったよ。注文しないと思ったんだよね。あ、そうそう。あれ、ミスったかなと思って。4冊の詰めだったら8冊来た。じゃあ、これで単勝で。おもろすぎるやろ。おい、頼みます。まだ真野さんは可愛いね、このままちょっと可愛らしいから。いや、でも、可愛くなるから、ここから。本当？じゃあ、出た一枚捨てて、ほら溶岩樹、アマナクローグにライドします。確かに、いいんだよね。いや、まだ可愛いというね。そうなんだよ、カラスさん。はい、じゃあ、まずアマナ TD のことでワンドローもらいます。アマナクローグのこと、はい、スモールグラスと一致することで、5枚見てアマナグルジを含むグレード3以上を1枚まで選び、公開して手札に加える。まあ、いない、いなかったんですけど、いなかったら、公開しなかったらですね、まあ本当は公開しないですけどね。サービス。ソウルチャージ2。強い。強い。強いかもしれない。お、飛んでくるよ。アドレチェックね。今から。熱かける。鳥さんが運んでくるよ。ヴァンガードにあたる8000。いや、ここは何と言われようと思うか。引け。引け。強い。じゃあ一回いけます。おい、ダメージチェック。ジャッカロス終了です。かわいいな。スタンド&ロー手札を1枚捨てて、はい、ライドします。ライド国類の怪異。はい、かわいい、かわいい、かわいい、ドクロがかわいい。イエーイ。そして V 登場時、夏だから。可愛いのは夏だから。じゃあ、ミスターティハブタット回収します。いきましょう。はい。で、強いね。秋にこっち使うか。コール。リュージュの楽園。デプスフィアリー。やばい。これ、これも教室。いや、俺、言われた、カノミさんに。デプスフィアリーって、本当はデプスフィアリーなんですよって。英会話教室、行ってきた流れだったんだ。ちゃんと言われた。俺たちが受けてるわけじゃなくて、受けた人の。すごい。会話やな。夏だね。夏やね。ちゃんと言われたから。かなりかけていく。言われたから。ランドマスに育てすることで、リュージュマーカーの前、自分のレガード一つ選んでリュージュマーカーを置きます。はい。ここで、で、ポール行って後ろなんです。で、マスコブヒドルグルム一番目探して持ってきます。強いね。偉い。マスコブヒドルグルム。分かんなくなった。これでゾルガの説が出てきちまった。確かにね。これで分かんなくなった、いよいよ。いや、マスクそうすぎる。ぐちゃぐちゃだよ、もう。手札に加えます。怖いよ。
手札からオーダー打ちましょう。先ほど回収したミスティアークハービター強いんだよね。7枚います。はい、1、2、3、4、5、7。ワンガードのグレード以下のユニットカード1枚なんで RC にポートします。ハビタット、ハビタットを出せ、頼む。自覚獣なんかやばそう。次のターンのこと考えるとこっちなんだよな。なるほど。でも次の次のターンのこと考えるとこっちなんだよ、ね、それじゃあワンガード、じゃあさっき、はい、おい、じゃあ18,000番ノーでしょう。で、クリスからめくる。めくらない。よし。いった。そしてドローめくる。なるほど。あー、あぶねー。やばいの、一枚いなかった。いっそ相棒が。ドロップ。ドラゴン抜き。で、大丈夫します。強眼獣、アマナオールズにライドします。うん、アマナクローグからライドして登場したときに、うん、山札からトリガーユニット1枚まで探してソウルに置きます。うん、で、それに置いたら1枚引いて良いという感じなんです。引いておく？おぉ。オーバーの方がいいんですか？まあ、回収できる瞬間があればね。それもありかもしれないけどね。これかな。ブロンチョね。じゃあ、これをソウルに入れることで、なんとワンドローができる。めちゃくちゃこれでも強いんですよ。一旦耐えのターンですよ。なるほど。ヒール引けるんで、ここで。うん、え？あ、続けて。デフスエイリング。さすがに逃がるかな。お、まあ、それはそうって感じ。入れます。はい、せーの。ちょっと来すぎじゃないかな。いや、クリティカルトリガー確かに終了。はい、じゃあ考えます。これでマグノリアじゃ増えられないでしょ。ズラトロク切って、おお、自覚獣王マグノリア、はい、ドアした、おいよ、おい、マスクオブヒドラグルムオブマサノリ、マサノリの、はい、マグノリアマスクス、じゃあ、マスクオブヒドラグルム効果で、マスクス含まないグレーサーのバナーを入れるんで、結構マスクスを含むグレーサーの効果します。はい、で、最悪の自覚獣はマグノリアマスクス。いやー、マガシクマッチュルか。で、ソウルにおいて、ペルソナライドを発動しません。おいよ。これでカウンターブラストがなくても動けるんだよ。えらい。ドロップゾーンの看護器打ちのスキル。怪しいなと思ったんだよ。ショッパーから切ってるし。マグノリアソウルブラスめちゃめちゃ相性いいじゃねえか。交換しますミスティアークハビタットを割りにします。おいよ、インレッドパルスドラゴンとインレッドパルスドラゴン、おーい、まずリュージュマーカーがあるサークルはパワープラス5000されます、うん、そしてマグノリアマスクスの効果で、うん、リュージュマーカーのある R にいるリアガード全て効率からマタックできてパワーが1万されます。なのでこれ1万5000になってます。1万上がるの、はい、じゃあ渡り入ります。はいよ、1万バカ1個乗せるか。いやそうね、ここ受けるしかないね。楽になっちゃうよ。クリシオくん先にそっちで見えちゃった、乗らなかったんで13,000マガド。まあ、おー、10件使わせた。じゃあ8000ブーストの21,000マガドツインドライブ。ノーガード、ノーガードいきます。1枚目、そうね、おー、セカンドチェック、うわっ、うわー、裏目さ、まあ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 、まあ、そういうこともあるって。手札硬くなったね、急に。いや、これで。でも強いよ。28,000番だろ。それ、高いって。2万ね。うん。待ってもらえよ。え、5000減らしてくれ。天童さん。うわー !1 個目で欲しかった。まあ、そしたらまあ、同じことね。確かに。で、バトル終了時。お、あ、4回アタックしてるので、インレッドパラスを2枚挿入で、2ドローします。はい、好きだ。なんでそんな。あ、終了。ね、ドロップ。マスクを捨てるしかねえ。ドラグルム捨てた。ライド。溶岩流アマナグルシオにライドします。はい。このユニットがバンガード作品登場作品に5枚見ます。3、4、5。でアマナグルシオを含むカードかマスクオブヒュドラグルムを1枚まで選び手札に加えることができるんですけど。はい。おぉ、まあ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 。マスクは死ぬほどあるからね、今。で、アマナグルシオの効果使います。ソウルブラスト1。うん。することで、あなたのドロップからトリガーユニット1枚まで選び、バインドします。はい。まあ、これを選ぼうかな、今回。おい。で、あなたのそのターン中ですね。まあ、そのターン中バインドしたら、相手はあなたのバインドゾーン、いずれかと同じトリガーアイコン、トリガー効果で、パワーを効果できる。はい。いや、いいよ、もう先に向けてください。まあ、これは前段階だ。前段階、準備。準備の段階。じゃあ、はい、マスクオブヒドラグルム。ああ、来た。使いますよ。うん、終わってたから、マスクスを含むユニットを公開して。うん、
再動して、ソウルに入れて、エルスマライドを発動させる。来たぜ。そうよ。ダムハンドルもらいます。とりあえず。おぉ、とりあえずよ。あららら。これはきつい。クリーンスイープ2体でいくかな。じゃあ、クリーンスイープ行こう。いや、ソウルに分かれるのマジきついわ。吸ってくれ。ドロップじゃねえからな。マジでじゃあ、アマナグルジオマスクスの方向使います。うん、じゃあ、ソウルからアマナグルジオを含む別名のですね、はい、除外して、あなたのドロップからトリガーユニット1枚まで選び、バインドします。まあ、クリティカルでいいかな、普段に。うん、はい、クリティカルを、バインドしました。うん、そしたら、永続でヴァンガードされて、その感じね。このユニット、あなたのバインドのいずれかと同じトリガーアイコンを持つ相手のカードすべてのシールド値マイナス5000強すぎるとさっきも一緒でトリガー効果でパワーが増加しませんと。へー、つまりフロントのシールド値が今1万5000になってるんですよ。すげえな。じゃあここにミザリーウィングドラゴンを投入します。はい、投入時、うん、あなたのバインドさんにトリガーアイコンが2種類ありますね、うん、トリガーユニットがソウルブラストにすることでワンドロー。はい。強い。強い。だけじゃないんですよ、しかも。これが iPhone1 種類につきプラス5000が入るんですよ。強っ。なんか自分です。やばい、こいつ。後ろにルインコレクターを出します。リアガードサイドに登場したとき、はい、ソウルチャージ1してよい。なんでします。はい。ここが3万8000。うん、ヴァンガード。いや、もういっていける。おいよ。おー、解決え強っ。マジで最初のやつ、伏線だったんだ。オーバー入れてるわ。あ、止められたのに。違うよ。止められたのに。そんなことある。止まってないよ。まあでもここでオーバーを僕がめくって、確かにね、いきます。アマナグルジのマスクス2万3000バンガード。ノーガード。え、それは1号くらい。どうぞどうぞ、いきますよ、はい、せーの、見したい。ほい。やば。強すぎ。つまり、つまり1枚あ、除外しちゃって。初めてじゃない、相手と味方でこれ一応動くの。何回収すんの。いや、そうなんだよね、回収したいものがないんで。さすがにガードし取ろうかな。まあ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 、一応食って、クリティカルもうやばいな、真ん中に振りますわ。あ、クリ乗るかもしれないから、ね、それ、それやばい。終わらせますよ、見せてあげます。はい。お、まあ、じゃあ2点受けます。はい、1万。あ、乗らないのか。乗らない、指定されてるんだ。あー、あー、ちゃった。素晴らしい。しかもですよ、アマナグルジオマスクス、このユニットがアタックしたバトル終了時、カウンターブラスト1、うん、後列のユニット2枚をソウルに置くことで、はい、このユニットをスタンドさせて、その単純ドラゴンマイナス1なんですけど、このルインコレクターがアマナグルジオの、うん、効果のコストになるときに2枚分としてカウント。やば、えらいね。こうしてソウルに入んのかよ。こうして、そうよ、ドライブマイナス1ですが、1億2万3000でヴァンガードにアタック。ここは2万、まだ下がってない。お、こっちは下がってるから、そうね、これで2万5000来てるね。絶対取んない。いいぞ。はい、イエーイ。ね、終了。横に振っていいですよ。終了です。スタンドアンドドローをライドなし。ほい、ディープスエアリーこうして、ほい、使います。しかも足組もされて、さすがにこっちかな。お、ってことは結局出てくるんだ。1枚ユージマーカーを置いて、うん、デッキからマスクオブシュドラグルでプレイします。了解です。うん、さあ、5枚の中にいるのかどうか、うん、そろそろ少ないんじゃない。全然出てないんだよね。マスク、おお、今回のマグノリアには最強カードがあるんですよ。何ですか。オースドグロードラゴンを殺します。何ですか君。この子はバトルフェーズ以外にこの人がリアガードサークルに登場した時、あなたのヴァンガードが、うん、最悪の自覚獣をマグノリアマスクスならカウンターブラストにすることで、うん、あなたのドップからグレード3以下をあなたのリアガードサークルの龍樹マーカーと同じ枚数まで選び、リアガードサークルにコールする。強っ。ちょっと待って、同じ枚数破格すぎん。3枚あったら3枚出てくるってこと。いや、そうなのよ。1万で
クリーンスイープドラゴンにはタップカヌリア含むバンガード1枚なんでパワーパスを選手強っそのこそ強くね急にとりあえずコースか、まあね、とりあえずはいはいはい、はい、インターセプトじゃあベプスエリーでまあそうよねにアタックしましょう仕方ないっすねそうなったらはい取られます1万8000バンガードツインドライ3万だスターです、ね、完全に取りじゃあツインドライおいよほらね、裏目本当めっちゃ出んなこれでクリとかうまくられたらもう爆発してたかもあーしよしよしガードしじゃないねなんか3枚しか入ってないんだけどな全部出た2万5000バンガードまあ1万5000で守ろうかなおいよはいじゃあここが2万8000バンガードいっておきますはいおおではバトルしますうん5回アタックしてるんでインレットパルスを置いてワンドローしてターン終了おいドロー天なぐるジオにライドしますなるほどね5枚来たうわいやマスクではないがこっちなら許せるでもライドしたってことはさ あるってことじゃないとだってで効果使いますソウルブラスト1、はい、さっきガードに使ったヒールトリガーを今回は発動しません。じわじわ首絞められてる感じですね。そしてマスクオブヒグラブルこれを、はい、発動します。持ってんのか。ちゃんとマスクスにライドしてベルソナライド発動させます。はい、いやー出てくると思った今。それは無理。クリーンスイープドラゴン出して。悪い顔してたもんな。3枚。入れてもらってちょっと見せるすげーマジでそのカード1万5000上がって輝きすぎでしょ輝いてんねミザリーウィングドラゴンを出しますアマナグルジオと、まあ、マスクハックかな、うん、でバンドマスクスの効果使いますよ、はい、除外してバインドするのはドロートリガーということでそれで全部マイナス5000入りつつでここが2万上がるとリュージュの枠にデモンシェリダを出して、まあ、リュージュマッカーは生やしませんけど、ソウルブラストにすることで、まあ、ここと同じ縦列に、グレード1以下をコールするんですけど、はい、まあ、そのままじゃデモンシェリダを押し出して、ルインコレクターを出します。強っ。ソウルチャージはせずで、3万5000の4万3000、ヴァンガード。いや、いっておける。おい乗らないよいぞ、これアマナグルジオマスクスでヴァンガードにアタックします2万3000ヴァンガードここに2カットしかついにいただきます1枚目ほいくちゃー2枚目ほいクリティカルパワーはさすがにここに振るっしょで、じゃあアマナグルジオマスクスの効果使いますはいカウンターブラスト1これを2枚分としてソウルに入れることで、うん、スタンドしてドライブマイナス1しますはい3万3000バンガードクリティカルには43枚でしょ4万やば絶対通さないここは絶対通さないいるぞクリティカル来い来い4万でバンガードやってみましょういやこのターン守りきられたのマジでホントやだ来いペルソナライドさあはい三つ矢神だったおやばいちょっと強いぞ送るぞこれやめてあ、行くところじゃないもしかしてどっからでもリア出たらいいのあんまり選択ゼロールゼロールでも後ろにもペルソナってことうん強いことゼロールの効果確かにソウルブラストじゃあ探しに行って完璧そこだよなどっちかつ5枚見ます5枚だっけ5枚なんだよここまあさすがにねマスク数いっぱい落ちてるしねオーケーチのスキルおいソーガースイッチドロップからオーダーカード1枚回収出るねこうしますここかなさすがにインデッドパーツおいよマグノリアマスクスのスキル手札かドロップかソウルから、うん、ここにとって別名のマグノリアを含むから1枚除外することでおい効率からワンガードにアタックしてる相手のレバー1枚で対決させられます、うん、3万3000バンガードアタックした時にクリーンスイープ対決でクリーンスイープがミザリーうまく使いたいですねまさかコースははい多いよ2万3000バンガード安全だけ取ろううん1枚捨てて安全ガードガードしますじゃあ積んでガードします多いよ
dips your Yeah. Critical trigger? Power critical. 38,000 クリティカルにヴァンガード。3万。はい。3万まだ。完全が。おーい。楽しいです。あら。あ、楽しいです。おいよ。来た。強いって。じゃあ3万。はい。ドローします。来い次のターン絶対ないんで、やるしかない。溶岩流天殴りしてみます、ね、マジからさあ移動したとき、はい、はい、8分のいないいない、お互い裏目引きすぎでは見せてやりますよ、僕の手札を。ルインコレクターくん、うわ、トリガーが出るんじゃないか、圧縮したらトリガーが入るんじゃないか、よし、おー、かわした。しかしですね、あれなんか完全なご名札僕は突っ張らないこと。じゃあ天殴る城の効果使うぜ。ほらもう鳥が何でもいいからよ、今回も増加を発動します。まあまあまあ、1万3000番じゃん、1万3000ってことは出ても3万3000、出ても3000ってことは2万5000で2エバーグリーントラス、すごい、どうするんだ、なわけないか、パルスをソルロスとして2万5000シールド、絶対に届かないぞ。だから俺知ってんだ、ヒールがないって。えっ、せーの、ほい。まあまあまあ、そうよね、それはそう。ヒーはえデーモン、やばい、待って、これ受けヒーあるじゃん。でもこいつちょっと待ってくれ、待ってくれ届かない、どこにも。ターン終了です。ターンをもらうぜ。じゃあスタンドアンドドローはいよ。ディープスユー、おーい、ちょっと待って、じゃあ話変わってくるじゃん。これどこに置こうかな、ここに置こうかな、ユージ置くぜ、うん、ミスティアカルタ、手札枚数的に 100% 変えられるのよな。 100% ボスぐらいいるの。こうします、単体で届くやつらが出てくる。で、3体こうします。強すぎる。インレッドパス、インレッドパス、インレッドパス。いや、使うことができるだけなので使わないこともできます。5000要求バンガード。まあ一回ヒールはするんですよ。ああ、はい、そうね、そう、今からね、いい、いいんですね、一回ヒールしといて、一回ヒールするんで、うん、見ててください、いきますよ、3、2、1、ほら、クリティカルトリガーめっちゃトリガーだったー、怖っ。だからさっきのターン引かないのおかしいんだって私が使ったデッキはこちらでございます、うん、天のグルジオ、まあでも今回トリガーの増加を無効にしつつ、しかもシールドも下げるというところが一番でかいのかなっていう、はい、なんと、まあ、ヴァンガードが最大、まあ、込みで4番4回攻撃してきますよ、はい、なんと、まあ、実質2-1でドライブもしてくるし、はい、っていうところで、で、ね、コストも後列2枚なんですけど、ルインコレクターが強いね、っていうか、うん、ルインコレクターをデモンシールドで出せるのが、そうなんですよ、別にソウルもそんなね吸ってるし、それこそマスク入ってくから全然足りないってこともないんで、うん、アマナグルジオがサーチ能力持ってるから無理やり探しに行ってペルソナする動き怖いね、できる、そう、マスク持ってきて、うん、じゃあもうマスクも持ってこいっていうのもできるんですけど、まあイザリーウィングがドローもしつつ最大パワーが、ね、2万5000上がるという感じで、結構安定してペルソナ目指しつつ、はい、ね、毎ターン4番のそのトリガーのシールド値を下げつつのアタックを繰り広げていこうというデッキでございました。はい、おい、自分が使ったデッキはマグノリアマスクスでございます。マグノリアマスクスはなんといっても後列からアタックするときに、まあ、1万パワーが上がってコスト払わずにアタックできる、はい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 、プラスリュージマーク上がるんで実は1万5000上昇してますよというところがやはり強いですね、うん、と。でそれだけだとはいグレード4のね、エルダーで良くないと、うんうんうん、確かに確かになっちゃうんですけど、やっぱりこのデッキの強いのはフォーストグロードラゴンなんですよ。そうっすね。この子が出た時に、マグノリアマスクスだと、リュージマーカーの数でコールできますよという形ですね。うんうんうん、で、だからこのデッキの2つ強いところは、まず後ろが1万5000で連続アタックできるようになったんで、うん、トリガーを1回乗り越えられるようになりました。はいはいはい、エルダーとの違い1個目そこ。うん、なんか今までエルダー1枚トリガー乗っちゃったらきつかった。ヒノスラとかでパワーパスしなきゃいけなかったんだけど、うん、それで無視して良くなったり。うん、もう一個はフォースグローでアドバンテージ稼ぐようになったよ、うんうん、まあ、とにかくこのフォースグローイレッパースの動きでアドを取ってターンを耐えて一旦作れば、うん、あとはもうこの
ペルソナがなかったとしても2万5000円で、あとはやっぱセロールとのコンボが強いですね。セロールでペルソナライドを攻略まで持ってくると後ろが2万5000円上がるんですよ、はい、だからここ8000でも3万3000円、うん、こっちだと3万8000円って感じで、もうめちゃめちゃ強いラインが作れるので、そうおすすめですよと、はいはいはい、試してみてください。はい、はい、ということで、今回使ったカードは8月4日発売ブースターパック第12弾夜天教習に収録されていますので、ぜひ、ゲットして遊んでみてください。お願いします、はい、それでは、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ、バイバーイ、バイバーイ。